それではですね、続いてのゲストですが、クリープハイプからですね、この方々でございます。ギターの小川幸親さんです。よろしくお願いします。お願いします。そしてベース長谷川川梨さんです。お願いします。長谷川です。よろしくお願いします。お願いします。今日はもう楽器プレイヤーとしてのお話をいろいろとお伺いしていきたいと思うんですけども、はいはい、今のこのクリープハイプの曲の中でご自身が弾いてて、俺はこの曲を練習とか、まあ弾くことによってステップアップしたんだみたいなフレーズ、はい、そうですね、っていうこう、なるほど、エロっていう曲なんですけど、はい、これは結構練習しましたね。結構トリッキーなんですね。今こうやって改めて見たら、そうですね。でレコーディングの時はまあちょっとカポをして、ここで開放使っを、あ、なるほどなるほど、使ったりしてるんですけど、でも ライブの時はもうその感じでやってるんですか、ね、そうですね。本当ベースプレイで一番もうクリープハイプの曲で、これ難しいよ、ご自身のプレイで開眼したようなプレイありますか、結構どこにでも出てくるというか、いつもやるんですけども、まあ、どのバンドでもあると思うんですけども、はい、ただの、8部の、なんていうんですか、連符ですかね、はいはい、が、いくらやっても終わりがないなというか、言い方次第でありがとうっていう風に聞こえるし、ありがとうございますっていう風にも聞き取れるフレーズなので、すごく奥が深いなと思いますね。日によって違うんでしょうね多分。そうですね、それはそのドラムの叩き方 の日によっても違いますし、だとしたらありがとうって強めに言った方がいいかもしれないですし、はいはいはい、そういうのが一番如実に現れるフレーズかなと思います。はい、なるほどね。自分の癖ってあるでしょ、手癖。そうですね、うん、手癖もろ曲に出てるって曲あります？手癖、うん、そうですね、好きな、音だなっていうのは。ああ、聞きたい聞きたい。違う、そうですね、なんだろうな、うん、なんかアルペジオとかの方が多いかもしれない。開放弦と、ね、組み合わせるの好きですね。組み合わせるが好きですね。そうなんですね、6弦開放、なんかそうですね、浮遊感すごいね。ベースはでもこの繊細なメロディーでどう紡ぐかって、ね、なかなか難しくないですか。でも今だったら多分 D のコードだったと思うんで、はい、デーだよっていうのさえ教えて、お客さんに分からせれば、その上で結構浮遊感を出してくれるので、デーだよっていうコードの主張と、あとは今ドラムによってこういうリズムだよっていうのさえ提示すればいいかなと思います。はい、今日ちょっとだけプレイしてもらいましたけど、このベース、はい、どうですか、はい、弾いてみて。自分もプレジションベース使うんですね、うん、で僕のってもっとなんかレスポンスが遅いというか、渋いところがあると思うんですけれども、なんか若い感じがしますね。はい、ネック握った感じとかどうでしょう。僕のものよりもつるっとしてるイメージがあります。だからあれかもね、その若さとそしてつるっとした感じで、これから多分育っていくっていうか、育てていくという感じの一歩なんでしょうね。やっぱ僕が使ってるのと違って、そのメイプルなんですかね、だからやっぱちょっとなんかパキッとしてる。そうですね、パキッとしてるんだね。みんな言うのね、レスポンスが結構早い、はい、そういうものなんだ。どうですか、なんかとっておきのフレーズ一発ガチンと決めてもらっていいですか。とっておきのフレーズ、とっておきのやつ一発。じゃあそうですね、はい、このあと、はい、ライブもあるんです、ね、そうですよ、このあとですよ。じゃあちょっとその練習して、はい、すいません、はい、贅沢。俺ちょっと練習できました。、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。